乗り場車両内装インチョン空港直浮上鉄道は、大韓民国インチョン広域市中区のインチョン国際空港1ターミナル駅とリュウ遊ぶ駅を結ぶ直浮上式鉄道である。保有はインチョン国際空港公社、運営は空港鉄道。韓国でリニアモーターカーが最初に営業を運転されたのは、1993年の大田国際博覧会の会場に設置された。 路線だった。インチョン空港時期浮上鉄道は、都市型時期浮上式鉄道実用化事業として建設された。開業は2013年9月を予定していたが、488箇所の貸し事項が発見され保守、整備が必要になり、計画が遅れて、数ヶ月単位で何度か開業が延期された。2014年9月末の営業運転開始を、 目指して2014年7月より2ヶ月間の試運転が行われたが、前後して軽微な事故を含めて、信号、通信分野510件、車両分野56件、土建分野85件の合計651件の問題箇所が指摘された。このため2014年9月28日に開業の無期限延期が決定された。問題箇所の1、3程度は、 対策が行われ、事業を総括する、新行員は残る箇所は安全性には問題ないとして、営業開始可能という立場であるが、実際に営業運転、管理を行うインチョン空港校舎は、現状では安全な営業運転は不可能だとして意見が対立した。2016年2月3日に開業した。7時30分、20時30分の間の運行であり、 6駅間を15分間で走行する。現在すべての駅の自動改札は稼働しておらず、無料で利用できるが、需要に伴い将来的に有料化する可能性も示唆されている。事業費は4149億ウォンである。建設費は、韓国政府が69%、インチョン公益市が6%、インチョン国際空港公社がント負担しており、鉄道敷地は、 インチョン国際空港公社が提供した。長期的には、インチョン国際空港、リュウユ島、栄州島を一周する長大な路線とする構想も、ある。2016年2月3日の開業一番列車が、運行開始8分後のリュウ遊ぶ駅手前300メートル付近で、不意に急ブレーキがかかり突然浮上力を失って、線路に落ちて一時運行を停止した。 同月23日には、竜遊ぶ駅と車両基地を結ぶ区間の橋脚で電気ケーブルの火災があり、全線で運行を中止した。ありがとうございます。